はい、さっきの動画の続きです。一昨年に起きた安倍暗殺事件に関しては、警察や SP の動きに重大な問題が指摘されているにもかかわらずですね、警察の配置はあれでよかったのか、あの人数でよかったのか、 SP は1人しかついてなかったけどもそれでよかったのか、安倍さんはですね何度もそれを増やさなきゃいけないんじゃないかということで、言ってたけれども拒否されたんですよね、この安倍さんに関してもですね。ですから問題だと、それから警察の動きもちょっとね、おかしかったと、 SP もちゃんとですね発砲音があった、ね、銃声がした後安倍さんをかばうような、頭をかばうとかね、安倍さんに飛びついてですね、守るとかそういうことも一切してなかったですよね。警察の動きも、犯人逮捕には結構動いたけれども、それ以外はなんかね、安倍さんに対してこう守るというような姿勢があんまりなかったですよね。そういうところがねちょっとおかしいな問題がいくつかある。それだけじゃないんですよ、いろんな問題があるんですね。その弾がですね鎖骨から入っていて心臓に抜けているというような話なんですけども、それだと山上容疑者がですね発砲した位置からはそういう形にはならないというようなこととかね、いろんな問題が指摘されているわけですよ。ここで挙げたらキリがないんですけども、そういったことをですねきちんと警察とかあるいは関係者ですねを呼んで真相究明をやっぱり国会でやるということね、そういうことも必要だったと思うんですよ。もちろん警察に任しておけばいいじゃないかっていうね、そういう意見もあるんですけど、これ警察内部の問題ですからね、警察内部で任せていていいというふうにはならないと思うんです。やっぱり国会でちょっとね対処交渉からしっかりと検証するというかチェックをするということが必要なわけですよね。特にね事件後2年以上ももう経過しているのにね、検察が山上容疑者を起訴できないというね極めておかしな事態になっているわけですよね。ですからそういう意味でも国会がしっかり機能しないといけないんじゃないでしょうかね。ではなぜね日本の国会は動かないんでしょうか。その点に関してね有本さんが7月22日の朝8の中でね、重大発言というか爆弾発言をしました。2分ちょっとの長さの動画なんですけど、ぜひご覧ください。これも今だから言いますけれども、奈良で事件が起きた後にやはり自民党の中ではですね、せめてね例えばその公開の場ではなくても自民党の中では、警察の関係者を呼んで、あるいは警察プラスアルファ奈良でのねやっぱり現場に関係してた人を呼んでいろんな状況調査をしようと言って、中堅若手の議員がそれを始めた。それを上層部からやっぱり止められてんですよね。とんでもないですね。その時止めたのが萩生田さんなんですよね。そうですか、はい、萩生田ますますこれはね、と私は聞きました。萩生田さんから半ば恫喝的に、お前ら何やろうとしてんだと、警察に任せとけばいいんだよと。でそのね、ネット上で言われてる陰謀論だとかそんなものをね、まさか議員がその信用するわけじゃないだろうなと、そんなものに踊らされるんじゃないよというふうな感じで言われたということを聞いてますよ。これ、事実そうだとすればね、話全く逆なんですよね。変な陰謀論を打ち消すためにもね、そうですね、しないといけない、特にね2年以上経ったのにいまだに検察が裁判始められない。そうなんですよね。だから陰謀論だといろんな議論を言うんだったらね、それをシャットアウトする、一番いいのはきちんとした起訴状を検察が読み上げるということですよね。だからそれやらないとなれば、ますますじゃあこれ国会が動かざるを得ないという話につながらないといけないんですけれども、しかもトランプ氏の場合ね、あくまでこう暗殺未遂ですよね、で聴衆の方は亡くなったんで殺人もあるんですが、安倍さんの場合はね亡くなってるわけだから、自体は重大なわけですよね。本当ですね。だから私は本当にね、特に安倍さんの世話になったような自民党議員がね、一体何を考えてるのかって、いや本当にそう思いますね。萩生田さんもその一人ですけどね。だから萩生田さん、それに対してもしいや違うと反論があるというんだったらば、ぜひ教えてください。はい、いかがだったでしょうかね。この話の中で重要なのは、せっかく自民党の若手中堅の中から真相究明等に乗り出そうとする動きがあったのに、自民党の上層部、具体的に言えば萩生田さんらしいですけどもね、萩生田さんが誰かの指示を受けている可能性もあるんですけども、自民党の上層部、特に萩生田さんからですね、そういう動きを押さえつけられたという部分ですよね。綾子さんという方がこのように書いておられます。犯人の一味がシークレットサービス長官、この女か、安倍元首相の
捜査も徹底的にやり直すべき。何もやっていない日本の警察、国民はまだ納得していない。このままでは安倍さんは浮かばれない。若手自民党議員が国会内で警察を呼んで真相究明しようとしたら萩生田議員が止めたそうだと、これは怒りのマークがついてますね。当時の警察や SP などさまざまな部分に問題があったわけですからね。警察だけの内々の調査に任せるのではなくて、もっと対処交渉の視点でね、あの暗殺事件の問題を国会で取り上げる必要が僕はあったとやっぱり思いますね。もしかしたらね、新たな立法措置も必要になったかもしれないわけじゃないですか、ね、それを国会議員ともあろう者が陰謀論を信じるのかの一言でね、まあ、力でねじ伏せてしまうということであればですね、まあ、それが事実のあるということですね。あまりにひどいと思いませんか。それこそ島田陽一氏がね、指摘していたように話は全く逆なんですよね。国民の中で、まあ、その国民の一部ですけども、まあ、僕もその一人なんですけどねまあ、完全に陰謀論じゃなくて、科学的にね、説明がつかないところについては説明してほしいというのが僕の考え方です。だからいろんな変な意見、変なっていうかね、大胆な意見があるじゃないですか。中国共産党が殺したんじゃないかとかね、あるいは自民党の上層部が事件に関与してるんではないかとかね、まあ、いろんなことがね、それはもう確実に陰謀論というしかないんですけども、ただ科学的な検証をしてですね、その説明がつかない部分があるということについてはですね、やっぱり陰謀論で片付けるべきではないんですよね。まあ、国民の一部で陰謀論やある種の不信感みたいなものが渦巻いているのはこれは事実なんですよね。まあ、だからそれを払拭するためにもですね、まあ、できるだけオープンな場で議論することが必要だと僕は思いますけどね。まあ、あれほどね、森かけ桜のこれ冤罪事件ですよね。明らかに冤罪事件で、まあ、安倍さんを叩くためにですね、まあ、大手マスコミを巻き込みながらね、あれほど大騒ぎした野党も今回は全くだんまりですからね。これもひどいと思いませんか。そして、当然マスコミもだんまりを決め込んでますよ今回はね。おかしすぎませんか。いずれにしてもね、この面に関する日米格差はね、もう話にならないほど開いてますよね。開きすぎですよね。そう思いませんか。この点に関してカウタ隆翔氏はこのようにポストしています。チートル SS 長官が辞任、議会での厳しい追及に SS の落ち度を認めた、容赦ない追及に米はまだ議会が機能していることを再認識、日本では警護対象者の背後を丸々開け、至近距離まで近づかせた上、3秒間に2度も発砲させた。だが議会は機能せず、弾道の謎さえ2年経っても解明なしとね。まさにその通りですよね。おっしゃる通りです。僕はその指摘に関してこのようにリポストしました。この事件を見ても、日本の高給取りの国会議員がいかに怠慢で役立たずかがわかるとね。日本の国会議員どれぐらいもらってるか知ってますか。改めて言いますけどね、歳費といって給料が2000万ちょっとです。それにですね、調査研究広報滞在費、旧文通費ですけどね、それが年間1200万、それから立法事務費、これ一人当たり月65万ですから年間780万円。これね、いずれも非課税で使い道自由なんですよ。領収書不要ですからね。いいですか、もう一回言いますよ。給料として2000万円以上、ね、それにプラスこの調査研究広報滞在費1200万円、立法事務費、立法もしてないくせに立法事務費、年間780万円、合計いくらになりますか。1200万円と780万円で1980万円、1980万円プラス2000万円ですよ。いくらですかね。つまり合計ですね、4000万円かな、4000万円の収入を得てるわけですよね。これ通常の人の4000万円の収入よりはるかに多いですよ。だってね、旧文通費やね、立法事務費はこれ領収書不要非課税ですからね。だからものすごく金が入ってるんで、それにですよ、政党助成金が入ってるんですよね。1人50万とかね、それぐらいのレベルですよね、月に。ですからね、これもとんでもないお金が入って、それからパーティー券収入ですね、これ外国人からもうもらってるというわけですけどもね、それが一部裏金化してるわけですね。
だからどれだけの、まあ、報酬というのか収入というのかね、資金というのかそういうものをね日本の国会議員は得てるかということなんですよ。ものすごいお金を手にしてるわけですよね。もちろんそれは個人的な人だけではないと思いますけれどもね。まあそれにしてもですね、まあ、恵まれた金額を手にしていることは間違いないんですよね。にもかかわらずですね、何にもやってないんです、この問題についてね。安倍さんの問題、この安倍さんというのはね、まあ、トランプさんはね殺人未遂で一応終わりましたけど、安倍さんの場合は実際に亡くなってるわけですよね。まあ、安倍さんとトランプさんのその各国においてのねその地位がどうかという問題はなかなか難しいけれども、まあ、安倍さんもですね元総理大臣ですからね。しかも自民党の最大派閥、100人いた最大派閥の長だったわけじゃないですか。まあそういう意味でその、まあ、キングメーカー的な存在でもあったし、ご意見番的な存在でもあったわけですよね。そういう意味でね、安倍さんというのは日本にとってはものすごい貴重な人物であったことは間違いないんですよね。その人に SP を一人しかつけなかった。しかもその SP がですね、安倍さんが撃たれた時にポンと飛びかかってその防護するようなそういう動きをしなかった。そして周りの警察との連携もうまくいっていなかったというようなことですよね。もうこれはトランプさんの事件以上にですね、やっぱり国会が機能して、こういうことが二度と起こらないようにね、しなきゃいけなかったんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあそれとですね、やっぱり萩生田さんに代表される安倍派の人、あるいは安倍審判の人、まあ、安倍さんのことを慕ってた人ね、あるいは安倍さんにお世話になっていた人ね、そしてね安倍さんの意思を引き継ぐと公言していた議員だ、いろいろいましたよね。でもそれらの人たちが全員ねもう偽物であるっていうことが最近だんだん分かってきましたよね。本物だったらですねこの問題を取り上げないということは絶対にありえないでしょう、ね。まあ、国葬するだけよかったけれどもね、国葬しただけでしょう。そしてあの、まあ、安倍さんが襲撃されたあの場所ですね、記念の碑みたいなものが立ってるのかと思ったら全く立ってない、なんかお花畑がちっちゃいのがあるみたいな感じですね、そういうので済ましてるじゃないですか。もう全てがねちょっとないがしろにされてると僕は思って非常に腹立たしいんですけどね。どう思います？まあそういう意味でね、この安倍さんを慕っていた、安倍さんにお世話になった、安倍さんの意思を引き継ぐといった人たちのなんかね人となりというかそういうのがねちょっと疑わしいなというふうに僕は思ってこうポストしたんですね。安倍さんの死の真相を究明しない者が安倍さんの意思を継ぐなどありえないとね。今となってはね確かにすでにもう遅きに失した面もあるんでしょうけどもね、それでも今からでもですね日本の国会議員は米国の議員をね見習って安倍暗殺事件にまつわるさまざまな問題点についてねしっかりオープンな形で議論をして、出すべき海は全部出し切ってですね、二度とあのような忌まわしい事件を引き起こさないようにしてほしい。そういう事件が起きない国にするように全力でね努力していただきたいなと切に願っております。あなたはどうお考えでしょうか？ではまた Good luck。 チャンネル登録をよろしくお願いします。